香る最後の夜、君と二人ある。さあここで剥がした。前田君、まだ残した。マイナス。スルーしてシュート。阿部が決めました。移籍後初ゴール。かけたベサバコ。ルーカスティーノ外した稲垣。そして阿部が来たシュートだ。弾丸が突き刺さりました。もう一本まで細かく開きます。そして金崎、金崎がキープ、吉田がシュート。先制したのはルーキーのコス。さあマテウスです。前を抜く金崎、後ろ下げてシャビエル、切り返していけるか。シュート、東口シュート押し込んだ。前田から金崎、そしてここでシュート。追加点を挙げた名古屋。さあ負けなしの名古屋。そのマテウス、これヘディングシュート。稲垣シュートでいく。マテウス、マテウスふわっと浮かせていくヘディング。前田が動き出した。そこを狙って浮かしたボール、シュート。ボレーシュートが決まりました。名古屋グランパス先生、今シーズン初得点。前田直樹、観客の前で決めてみせました。僕は思うんだ。名古屋グランパスの小西でございます。サッカーが大好きで、そしてサッカーをこよなく愛する彼らから練習を取り上げるというこの決断は非常に心の痛むものでした。また素晴らしいサッカーのある日々がやってくれ、日曜がやってくるということを信じながら一緒に過ごしてまいりたいと思います。これからも名古屋グランパスの支援、ご声援よろしくお願いします。マテウス、金崎、振り返ってシュート、前田止めた。西川、前田押し込めたか。前田押し込んだ。長谷選手、前田もう一度立て続けに決めました。ヘディングシュート決まりました。シメッチ、ここも名古屋がいい追い方をしました。前を向いたシャビエル、そして前田、声が出ました。トヨタスタジアム。ただここシャビエル、シャビエル自分で行った5点目。